ちに。それでは学園祭の演目を決めたいと思います。おえー、はーい、はいはいはい、おえー、はい、小麦ちゃん、ここはやっぱりヒーローショーショー。そう、例えば戦隊ものでこんな風にドカバキーンって、色っぽそうで、そうするのに、ね、おえー、おえー
校で一体何してるの？萌え！それで笑ってるんだもぎ？おい、ずいぶん急いでやがるな。どこ行くんだ？萌え、すぐ学校へ戻んないといけないんで。萌え、でももう授業は終わってんだろ。萌え、しなくちゃならないことがあるの。じゃあ、萌え。お待たせー！来た、麦！遅いよ。お仕事と準備、両立なんだから。萌え、ごめんごめん。さあ、手伝うよ。萌え、萌え、小麦、大丈夫？大丈夫だって。任せなさい。萌え、みんな元気？おい、着いたぞ。起きろ。あと5分。ちゃんと押さえてて。疲れてるんじゃない？休んだ方が。まだまだ。忙しそうね。萌え、じゃあまた。萌え、何あの子、最近ずいぶん忙しそうね。学園祭の準備だってさ。萌え、仕事の合間に。萌え、なあ、まったくご苦労なこった。あの子の学校ってどこだっけ？萌え、聖宝学園ってとこだけど。萌え、聖宝学園？どうかしたの？萌え、最近どっかで聞いたのよ、その学校の話題を。大丈夫？小麦ちゃん、へっちゃらだよ。だって今日は待ちに待った学園祭だし。あまりへっちゃらに見えないけど。大丈夫、コスプレさえすればすぐに元気取り戻せるから。萌え、あのコスプレでお客さんに喜んでもらって、うちのクラスを盛り上げてみせるのだ。萌え、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 萌え
麦ちゃん、萌えよ萌え、さあコスプレコスプレ、衣装は衣装や、萌え萌え萌え、そのそれが萌え、え、どうしたの、ごめんなさい、え、小麦ちゃんの衣装びしょ濡れで使えなくなっちゃって、萌え、ほんとごめんなさい、掃除をしててバケツの水をこぼしちゃったの、そんにゃ せっかくのかわいいコスプレが、萌え萌え小麦ちゃん、萌え、いや萌え、私の衣装よかったら、してたもの、萌え、でもそれは良くないよ、萌え、それは小百合ちゃんの衣装だもん、横取りなんかできないよ、萌え萌え、でも萌え萌え萌え、しゃあないな、ボタン道路で可愛さアピールは諦めよう、萌え、小麦ちゃん、萌え萌え萌え、本当にごめんなさい、ねえ他になんか衣装はない、萌え萌え、せっかくのお化け屋敷喫茶だし制服のウェイトレスさんってわけにもいかないよね、萌え萌え、残ってる衣装あるにはあるけど、萌え、ほんと、じゃあそれそれそれ出して、萌え、でもいいの、本当にいいのね、くらいって、じゃあお願い、萌え、コーヒー一つ、萌え萌え、はい、ねえそれボタン道路のコスプレかわいいね、一つ、萌え、はい、萌え、なかなかユニークな格好だね、萌え萌え、そっか、萌え、コーヒー一丁、萌え、アイスティーなんだけど、萌え、よりによって塗り壁と、萌え、小麦ちゃん、どういう、萌え萌え、そりゃそうだけど、ボタン道路と比べるとマルチモード 90% オフって感じ、萌え、かわいさ全然感じられないし、萌え萌え、いや萌え、ちょっ、なんで二人がここにいんだよ、萌え、
の無様な姿を笑いにね。萌え、早く泣いてくれよ。絶対無理入れろ。小麦、嬉しいぜ。ひろちゃん、色物をあれほど嫌ってたお前が自分からそんな格好するか。ちったプロ意識に目覚めたようだな。その、これはそんなお前の成長ぶりに俺は楽しいのが一番だからね。はい。ところで京介くん、どうしてここに来てるの？ちょっと呼ばれたもんだから。呼ばれた？実はね、
参加者はクイズに答え、最後に勝ち残った人にはなんと京介様よりキスの栄誉が与えられます。それじゃあ私たちライバルってわけね。生徒じゃないのに出るのかよ。それではまず第一問。京介様のデビュー作はザ・ソウル・フェイカーである。イエスかノーか。イエスの人は右へ、ノーの人は左へ分かれてください。ここは当然イエスだね。あんた何も知らないんだ。実は京介さんにはね、隠れたデビュー作があるの。短編だから意外と知られてないけどね。信じなさい。私は芸能界歴長いのよ。信じない歴か。君は確かに芸能界歴が長い。でもこいつが素直に本当のことを言うとも思えないし。それでは答えです。正解は、悪いのよ。そんな。どうして今年の学園祭は私ばっかりこんな目に。小麦ちゃん。学園祭をめちゃくちゃに？その望み叶えて差し上げるでございますわ。